新東京郵便局は、東京都江東区審査の東京湾埋め立て地にある郵便局である。2007年10月1日から2012年9月30日までは郵便事業新東京支店だった。民営構えは郵便事業専門の周配普通郵便局であった。なお、本校では併設されている江東審査郵便局についても合わせて説明する。 東京都の内特別区の通常郵便物及び小包郵便物を配達局ごとに区分する機能を専門に取り扱う無周配布通郵便局、新東京郵便局、東京小包郵便局として開局、東日本の郵便輸送ネットワークの重要拠点として位置づけられているのみならず、内容証明郵便をパソコンからインターネット経由で送る場合、 日本中のデータがこの郵便局に集まり、自動的に封入封管されて全国へと送られていくという顔も持っている。開局当時は新東京郵便局が通常、郵便物を東京小包郵便局が小包郵便物を受け持っていたが、後に東京小包郵便局が新東京郵便局に統合されている。なお統合前から一棟の局舎に両局が同居する。 構造であった。無周廃普通郵便局として開局したため、自局での周廃業務は行っていないが、民営化を前に実施された、周廃拠点再編により当初部の周廃郵便局が、当局の直轄周廃区内市は配達センター化され、当局がそれらの統括を行うこととなったため、周廃普通郵便局に局種別改定されている。なお、上東郵便局関連については、 後に、収集については、当局が担当することになり、上等局は、自局ポストの収集と配達を手掛ける形となった。市所箱が設置されており、フジテレビなど、超大口の事業者が利用している。また、佐川急便のサービスである、飛脚 u ールの関東管内における一括、引き受けなども行っている。 民営化前に当局が当初部の周廃区を継承した関係で設置した作業所が前身で郵便事業新東京支店の鉄道路線バス。ありがとうございます。